はい、皆さんこんにちは。今日は GPTs のアップデートをしたので、またお知らせをしたいと思います。これも大人気で、約1000人以上の方が使ってくれている Snow AI インストゥルメンタルソングプロンプトメーカー。ちょっと長くて日本人の方にはわかりにくいんですが、インストということを中心にしているので、全世界の方に使ってほしいということもありまして、GPTs のタイトルはこんな風に英語で作っています。下の方に書いてますように、V3 仕様のインスト曲や高音質に対応したプロンプト生成ということで、プロンプトを作ってくれる GPTs です。下のメニューのところには、ローファイな曲のためにプロンプトを作ってとか、ポップスバラード風のヒーリングにいい音楽のプロンプトを作って、シティポップな音楽のプロンプトを作って、ギターソロの曲のようなインスト曲のプロンプト。このようにメニューがあるんですけれども、どのメニューも自分がこれからしようということに当てはまらないような場合は、手伝ってというだけで大丈夫です。すると、この GPT は Snow AI でインスト曲を作ることが目的ですということと、歌詞を作りたいときは別に GPTs がありますよということで URL も教えてくれます。そうしましたら、ここで順番に質問してとかいうふうに出してください。すると、一つ一つ質問をしてくれます。全体イメージについて教えてください。洋楽なのか日本の歌なのか。今回はローファイな音楽で日本の琴を使った音楽というのをテスト的にやってみます。昨日も僕はそんな感じにローファイ音楽を一つ作って発表しています。後でそちらの方も見せますので、今日はそんなような音楽を作るとき、どんな風に回答していくのか、それを勉強してください。じゃあ、日本の音楽を作りたいので、2を押します。次は、ジャンルについて教えてください、と出てきます。ここにもしなければ、その他入力も可能という風になっていることと、ローファイでジャズとかいうような時は、1番と5番ですよね。そういう時も、1&5 とか、1.5 とか、そんなような形で、回答することができます。今回はローファイでいいですので、1番、これを押しましょう。次は雰囲気について教えてくださいということになりますので、チルミュージックという8番というのもありますから、これが一番的を得てるのかもわかりませんので、8番、これを押しましょう。主な使用楽器について教えてくださいというふうに出てきます。今回は琴の音色でやりたいですので、8番の琴、ジャパニーズハープ、これをやってみましょう。そうしますと、今、プロンプトを作ってくれています。そして、何やら難しいプログラムのようなものが出てきています。なぜこんなことをするのかと言いますと、文字数に制限があるので、文字数が超えないか、ということを計算してくれています。そこでこちらの方のプロンプト、これをコピーコードというのでコピーすると使えるようになります。そうしまして、Snow AI の方に移動します。はい、これが Snow AI のトップ画面ですが、Make a Song で進んでいきます。右上です。そうするとこんな画面になります。最初はエクスプローラー画面です。そして通常はクリエイトというのをします。この前にログインの画面が出ることもありますけれども、ログインの画面が出たときは Google アカウントなどでログインをしてみてください。じゃあクリエイトボタンを押します。カスタムモードにしてみてください。そしてインストゥルメンタルにするわけです。そうするとここがスタイルオブミュージックに変わります。これ案外重要なんですね。ここに貼り付けます。そうしまして、タイトルを、琴の調べ、こんな風にやってみましょう。そして、クリエイトボタンを押します。
出来上がりました。じゃあちょっと聞いてみましょう。はい、ちょっと琴の音とは違った感じです。じゃあ下側聞いてみましょう。はい、これも琴の音が鳴りませんでしたね。この実験は初めからしてあったので、皆さんに実際使ってもらうこの動画を見た後はですね、これができるようになるんです。どんな風になるかというと、この琴というのがですね、日本語の琴だけではなかなかうまくいかない場合があるんです。ですからこれあえて消しますね。フューチャリングという言葉を消しましょう。これはあってもなくてもいいんです。そこで、カッコなんかを入れて、ジャパニーズと打ちます。そして、スペースのハープ。このようにしてやってみましょう。どうなるか楽しみに見てください。じゃあ、クリエイトボタンを押します。はい、出来上がりました。今度はもう一度チャレンジです。鳴らしてみましょう。はい、うまくいきましたね。じゃあ、二つ目も聞いてみましょう。はい、こんな風にちゃんと琴の音になりました。2曲目の方は琴というよりハープというイメージに近いですけれども、まあこんな感じでジャパニーズハープ、皆さんが使ってくれる頃にはですね、そんな風に改造できていますので、楽しみに使ってみてください。インストモードの場合、歌と違って最後ちょっとこれは尻切れトンボだなというふうに思ってもですね、一番右端の3点メニューから Continue from this song、 このメニューをやるとですね、僕のやってる限りはほぼインストの場合はですね、綺麗につながります。ですから、あれ途中で切れたからこれはボツかな、そんなふうに思ってもらう必要はなくって、一度 Get Fall Song でつないでみてください。かなりの確率で曲がうまーくつながるようになっています。今日はインストモードでローファイな音楽を作る一つの事例というのをご紹介しました。この後僕が作ったローファイ動画、これをですね、最後流して終わりたいと思います。最後まで聞いてみてください。それではこれから流します。